皆さんこんにちは。ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。ドイツから戻ってきてしっかり超えて戻ってきた土井パフォーマンスでございます。今回はカスタム紹介をお届けいたします。紹介する車はこちらです。はい、皆さんご存知の通り、もう何度か見ていただいていると思います。オートサロンにも展示させていただいたポルシェのタイカンターボ S、 テックアートの外装コンプリートでございます。今回ちょっと改めて外装が完成したんでご紹介させていただきたいと思います。実はオートサロンの状態でもうほぼ完成だったんですけども、ちょっと一部リアのパーツだったりが変わってるんで、まあ、今回完成形ということでご紹介させていただきたいと思います。で、今回ドイツ出張でテックアートの方にも行ってきまして、ちょっとその辺の話も織り交ぜながらお届けしたいと思います。で、今タイカン日本だとまだまだちょっと台数少ないんですけど、海外だとめちゃくちゃ走ってました。特にドイツでもものすごく走ってるし、ちょっと最近行ってきたカメラマン情報によるとアメリカでもかなり走ってるそうです。なんで、まあ、これからすごく人気が出てくる車種じゃないかなと思います。で、結構僕も全然知らなかったんで、結構このタイカン割とこう電気自動車ポルシェ、あんまりこう組み合わせとしてあれっていう組み合わせかなと思ったんですけど、実はポルシェって一番最初の時点で、車を作ったのが実は電気自動車なんですよ。ポルシェ博士、フェルディナント・ポルシェ博士が一番最初に手掛けた車っていうのが実は電気自動車なんですよ。で、その後ハイブリッドカーなんかを作って、まあ、いわゆるその知れてるビートルベースのポルシェを作っていった経緯があるんで、まあ、大体100年経って、まあ、一番最初のスタート時点に戻ってきたっていう割とこう節目の車でもあるんですよね。そんな体感を今回テックアートの外装コンプリートにしちゃいました。で、まあ、以前ご紹介させていただいてるかもしれないんですけど、一応外装に関してはオートサロンに展示させていただいた通り状態にかなり近いです。まあ、ボンネットのバッジもテックアートになってて、まあ、これボンネットだけじゃなくて、まあ、外装内装すべてのポルシェマークがこのテックアートのエンブレムになっております。そしてこちら側、割とタイカンすべてのモデルつるんとしたバンパーなんですけど、こちらこの下側が全部テックアートのパーツになって、で、一部純正バンパーを使ってここから下がテックアートのパーツになってます。そしてここにはエンボスでテックアートのロゴも入ってて、すべてこちらドライカーボン製になります。で、もちろんその見た目的にはドライもウェットも変わらないんですけれども、まあ、ドライの方が強度もあって軽い、まあ、あとは使ってる樹脂が違うんで、まあ、表面のこの綺麗さ、まあ、ウェットなんかだと結構こうボコボコの表面のカーボンパーツなんか多いですけど、ドライでなおかつかなり手間暇をかけて作られてるカーボンパーツなんで、非常にこの表面のコンディション、折り目のこの揃い方もかなりクオリティとしてバッチリなパーツになっております。そして下側のここのパーツだけここと同色のピアノブラックになってると。なので非常にこう一体感もあって、まあ、つけてる感じはあるんですけど、こうアフターパーツによくあるゴテゴテした感じじゃなくて、もうドイツチューナーらしい非常に一体感のあるこのバンパーが特徴です。で、これに合わせて今回このヘッドライトの下、この辺もテックアートのカーボンパーツになります。まあ、本来このソジのパーツなんで、割とちょっとこのチープな感じというかソジの感じが出ちゃうんですけど、今回はこの辺もカーボンパーツ全部入れてありますんで、非常に前回りのまとまりも出るこんな仕様になっております。そして横に回ってきましょうか。早速やってまいりました。こちらも、装着時で一度カスタム紹介でご紹介させていただいてるんですけれども、テックアートの、フォーミュラー622インチが装着されてます。で、これは、まあ、フォーミュラーのその名の通り、初代フォーミュラーをちょっと彷彿させるような5本スポークの間が抜けてるようなデザインですね。で、当然単造になりますんで、非常に軽量でなおかつ強度もあるような設計になってます。で、なおかつその22インチっていうのが肝で、純正のターボ S のタイヤがそのまま使い回せるような仕様になってます。なんで、まあ、交換する場合はあえてタイヤを買わないでそのまま使い回して装着するなんていうこともできるようになってます。で、一応このホイール、まあ、いろいろカラーだったりだとか使用できますんで、まあ、好みに応じて、オーダーでいろいろできるようになってます。で、もちろんポルシェなんで、その走行性能をスポイルするようなホイールだとやっぱり台無しになっちゃうんで、まあ、そういった点テックアートやっぱり走りも力を入れてるチューナーですんで、まあ、非常におすすめのホイール、こちらが装着されていると。で、当然外装のエアロパーツとの相性もバッチリです。そして今回ローダウンもしてありますんで、まあ、適度に、まあ、大体30ミリダウンぐらいですかね、なっております。そしてやってまいりました横のパーツ、これ僕一押しパーツです。純正だとここまでなんですけども、テックアートのこのアクセントでこれが伸びるようなこんなデザインになってテックアートのロゴ入っております。なんでこの辺の一体感も非常に増して、横の伸びやかなイメージがアップするようなこんなデザインのアクセサリーもついております。そしてミラー、この辺なんかもカーボンパーツで揃えてあります。
で見ていただきたいんですけど、カーボンの目もこういった曲面のパーツでも非常に揃って、まあ、クオリティの良さがこの辺からもお分かりいただけるんじゃないかなと思います。さあそしてサイドスカートも結構体感純正こうのぺっとしたサイドなんですけども、この張り出しの割と大きめのテックアートのサイドスカートによって横のこのボリューム感もしっかり出ますし、このサイドを立ち上げたデザインなんでちょっとこのスピード感というか流れるようなデザインでちょっと流線形なデザインになっております。で当然これカーボンパーツもともと軽いんですけど中が中空になってるんで当然そのつけた後の重量増なんかも最低限に抑えられてます。でやっぱりドライって軽いんですけれどもエポキシ系の樹脂なんでこれみっちり中が詰まっちゃってるとそれなりに重量があるんですけど、テックアートのカーボンパーツの場合基本的に中空なんで、まあ、そういったこともない本当に純正の性能をそのまま向上させるようなものになっております。で下側はちょっとこの出っ張ったデザインですね。なんで横からの全体的なイメージ見ていただけると分かるんですけど全然シルエットが変わってなおかつ前横後ろのつながりがかなり出てるのがお分かりいただけると思います。そして後ろもフォーミュラー6こんな感じで装着されてございます。で後ろも適度にローダウンされておりますんで、まあ、割とこのポルシェのワイド&ローな感じが強調されてるんじゃないかなと。そして後ろここもテックアートのスポイラーになります。でこれも実は中空です。で割とこの辺のスポイラー系のパーツって中がみっちり詰まっちゃってる樹脂が、充填されてるものも多いんですけどテックアートの場合これ中空なんで本当にめちゃくちゃ軽いんですよ。でなおかつテックアートの場合空力も全部計算されてますんで、まあ、そういった性能もスポイルしないようなそういったスポイラーになっております。そしてあとはこのガーニッシュの部分これも上からかぶせてポルシェのロゴが見えなくなるような外装コンプリートだと、まあ、ドイツの方の決まりでその全部消さないといけないようになってるんでこの辺なんかもテックアートで純正ロゴが消えるようにそして出っ張ってなおかつこの文字のところはこれよく見ると透明なんですね。こんな感じのデザインになってます。で今回の車はこの体感ターボイスのエンブレムも黒く乗って非常に外装とのまとまりも出るようになってます。そしてオートサロンで展示させていただいた状態と実は一点違うのはここです。実はターボ S のカーボンパッケージをつけると、一応このテックアートのリアのこのバンパーの下側の形状が異なってくるんで実はこの設定がない本来パーツになります。今回そこでテックアートのこのカーボンのバンパーの下側をつけるためにスポーツデザインパッケージじゃないバンパーにわざわざこの上側を交換してテックアートのバンパーをつけるようなそんな施工がされております。なんでこの辺ちょっと純正形状をわからないとどこが変わったのかわからないぐらいこの自然なデザインでこうカーボンパーツが装着されております。で上側は結構出て下側もちょっとこのアクセントでよく見るとここがピアノブラックになっております。そしてあと下側もはい純正バンパーと組み合わさるようなデザインなんでこの辺なんかも一体で、で割とこのエアロパーツだとこの辺で切れちゃってたり中スカスカなパーツなんかもありますけどテックアートの場合はしっかり本当に純正オプションですよって言われてもわからないぐらいの仕上がりのこのリアバンパーになっております。そして両サイドは立ち上がるようなデザインになってるんでこの辺もフロントサイドリアの統一感が非常に出るようになっております。じゃあそして中もちょっとご紹介させていただきたいと思います。で今回の車は中も実は少し触ってあってこんな感じでステアリングがまず交換されてます。これ一応純正ベースでテックアートの方で張り替えが施工されてます。でテックアートっていうとかなり内装のカスタマイズにも力を入れてるチューナーでむしろ内装のカスタマイズが真骨頂と言っても過言でないと思います。でこれ僕工場の方で見てきたんですけども基本的に純正のステアリングを一回バラバラにして中身のその樹脂も一回剥がして骨組みの状態にして再度中の樹脂の部分を型で取って張り替えるような施工をしています。で全て全部オーダーで設定可能です。パンチングじゃなくて普通のレザーにすることもできますし、アルカンターラみたいな、スウェード調にすることもできます。でなおかつこういった間のカラーを入れたりだとかあとはパンチングのこの中を色を変えたりっていうのもできるようになってます。で割とパンチングも、いろいろ種類があってそれこそ穴の大きいのから逆にこう針で穴を開けただけみたいなパンチングもあるんですけどもテックアートの場合この絶妙なサイズのなおかつこのステアリングって結構しっかり巻き込まないと張り込めないんですけどこの穴が伸びたりずれたりしてないのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。もう本当に職人さんが1本ずつ丁寧にステアリング仕上げてますんで、まあ、
日頃手に触る部分なんで、そこがやっぱり雑な作りだと運転してて感じちゃうんですよね。なんでそういった部分も、まあ、ドイツチューナーらしくしっかり職人の手によって完璧なものが仕上げられてます。で今回一応こっちのモード切り替えのボタン、これもレザー巻きになっております。これもいろんな使用可能です。そしてあとはこちら純正のカーボンパーツを取り寄せてカーボンステアリングの仕様になっております。もう一つやってまいりました、フロアマット。こちらも、今回この内装のカラーに合わせて同じ色のレザーで、マットの外周を同じ色のレザーで囲ったこちらのフロアマット、これも特注で製作させていただきました。で当然テックアートのエンブレムも入って、純正のこの留め金もそのまま使えるような仕様になっております。だ本当に純正のオーダーメイド版とか、もしくは、さらにグレードアップしたような、そういった内装のカスタマイズ、外装のカスタマイズになっております。というわけで今回はこの外装がテックアートのコンプリートになった体感をご紹介させていただきました。まあ、最初にも言った通り、まだまだちょっと日本では珍しい車種ではあるんですけれども、海外のこの体感の増え具合を見ると、おそらく日本でも今後かなり体感増えてくると思います。そういった中でやっぱり性能面でもビジュアル面でも非常におすすめなテックアートですので、まあ、いろんなカスタマイズ、組み合わせ、まあ、仕様変更できます。お気軽にご相談ください。そしてテックアートの場合、ポルシェのチューナーですので、タイカに限らず様々なパーツがあります。もちろんカイエンだったり、話題の992なんかも、究極にやり込んだ GT ストリート R なんていう車種もあります。で GT ストリート R 基本的に限定なんですけども、まだ若干だけ枠があるそうです。興味のある方はぜひモンドグループ各店へお問い合わせください。というわけでモンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。